指導などまでまだ手が回っていないような状況だということです。で実はこの災害が起こる前からその除雪作業に関してはこう人手がなかなか足りていないという状況にあったそうで、それにこの震災が重なってでさらにこうして雪が降るとますますこう特に山間部の地区などはですね孤立してしまうような恐れがあるということでした。でそして今後の降雪量についてお伝えしたいと思います。午後6時までの24時間、明日午後6時までの24時間でいずれも多いところで、すいません、能登平地で20センチ、そして能登の山地で40センチ、さらに加賀の平地で10センチ、加賀の山地で、40センチ、60センチなどとなっています。はい。さらに風が強く少しの雪でも吹雪となる恐れがあります。視界不良や低体温症に注意をしてください。また損傷を受けた家屋では積雪の重みによる、倒壊の恐れもあります。ご注意ください。さらに斜面ですね、山の斜面、雪崩、それから、路面の凍結、今また雪が強くなってきました、路面の凍結、交通の影響などにも注意をしていただきたいと思います。今風が強く、またこの辺りはですね水分量が多い雪が特徴だということで、かなり当たると痛い、そんな雪が、降り続いています。宮津さんの中継にもありましたが、被災地では雪が降っていて時折バチバチという氷のようなものも降っている、変わりやすい天気です。石川県では明日にかけて地震が起きてから最も一番の大雪が予想されています。こちら午後4時時点の雪の様子です。もう金沢は雨ですが、それ以外はもうほぼ真っ白雪です。今後の雪の予想を見てみますと、途切れなく雪、真っ白の部分が広がっている、そんな予想になっています。特に被害が大きかった宮地さんが取材をしている珠洲市、それから北部ですね、輪島市などでも雪が降り続ける予想になっています。雪は今夜から明日の午前11時ごろにかけてピークとなる予想になっています。被災地には引き続き雪雲がかかり続ける見込みです。先ほども中継にありました雪の重みによる家屋倒壊のほかにも、雪崩であったり路面凍結であったり交通障害もそうですし、あとは家屋などに雪が積もって十分足元にも注意していただきたいなというふうに思います。加えて風も強く少しの雪でも吹雪になる恐れがあります。視界不良、低体温症にも十分注意が必要です。避難していて雪下ろしもできないという状況で、何からの落雪のそのドサドサという重さ、その雪の重さを本当に物語っていたんですよね。宮地さん、雪による二次被害にも警戒が高まっていますよね。はい、そうですね。先ほどお伝えした除雪がなかなかままならないといった状況からも二次被害の恐れが高まっています。そしてここ珠洲市では震度6強を観測しました。地震の発生後最も早く津波が到達した可能性のある場所です。そんな珠洲市で被害を受ける中、住民たちは町の外に避難するか、それともこの町にとどまり続けるか、難しい決断を迫られています。こちら珠洲市の正院町です。ご覧いただいて分かる通り、この道路の両脇ですね、立ち並んでいた家屋ほぼ倒壊してしまっています。地震発生の1分後、最も早く津波が到達していたといわれる珠洲市、そこで出会ったのはタクシー運転手の浜塚菊夫さん。自宅は、この白いところ、そうです、直したとこなんですよね。ここが手前、はい、でこれが2階で、これが1階部分がぺったんこですかね。去年5月の地震で自宅が壊れ、修理して去年12月に自宅に戻ったばかりの1月地震で再び家を失ってしまいました。車も流されて、そうですね、波で流されてきた、そうですね。私車避難したな、そこですね、お客さん連れてさ、ここを通ってさ、高台まで避難したということですね。これは浜塚さんが撮影した映像。タクシーの勤務中だったため、乗客と共に高台に避難した直後のものです。目の前には川を
遡上した津波が迫ってきているのが分かります。商売ドームの相棒のタクシーは津波に飲み込まれ200メートル先まで流されていました。現在は知り合いの家で避難生活を送っている浜塚さん。正直この生まれたとこから離れたくない気がありますね。離れたくないという気持ちと、はい、ここは危ない気がするでちょっと揺れてるんですね。住むとこを確保しないと、まあ子供は来い来いって言ってるんですけど、でもね、別に仕事できないですから。先の見通しが立たない中、不安を抱えながら離れ離れの生活を決めた家族もいました。楽しいだけじゃなくて、胸の真ん中が痛いのは夕夏シリーズ。大会を支えるボランティア、一人一人の力が選手たちの活躍を力強くサポートする。私たちも一緒に。サポートバイ小園ホーム店。たった一滴で世界は変わる。一度使ったらもう手放せない天然 100% DHC オリーブバージンオイル。今がお得なワタミの宅食、日替わりの宅配弁当が一食なんと424円に。おまとめ割引実施中。ワタミの宅食、詳しくは今日のチラシで。彼女は不安だった。本命の面接もう直前なのに心配ですよね。彼女は驚くから、何で分かったの？うなずく高橋。大丈夫、次の面接で伝えるというのは。リクルートエージェントで転職、リクルート。こういうのも運動もあった。ユタラプトルコミムス、アロサウルス、ティラノサウルス、肉食恐竜が上手いぞ。なんでこいつはこんなに強いんだ。相当修行したに違えねえ。秘密を研究しような。どういうのも絶対来てくるわ。最近母は楽しそう。理由はセニアカー。免許もいらず障害物センサーで運転をサポート。行きたい時に行きたいところへ。頼れるね、鈴木セニアカー。美味しいって楽しいんだな、美味しいって楽しいんだな、美味しいって。食から始める健康、元気な宮崎っ子食生活改善啓発イベント。健康食生活の大切さを家族で学べるコーナーが盛りだくさん。21日日曜、イオンモール宮崎日向テラスで開催。さあ、口笛からときめきが始まる。むっちりつるんと可愛い唇に新色出た、プチプルティント、可愛いに出会える。キャンメイク東京。世界へ飛躍する走りを。第62回ノブノカ西日本マラソン、2月11日8時30分。カラメニア松本はノブノカ西日本マラソンを応援します。地震後、珠洲市に残ることを選んだ炭職人の大野長一郎さん。被災後は地元東山中の避難所のまとめ役をしています。母親と妻、3人の子供は避難所から内灘町にある親戚の家に二次避難させたため、家族と離れ離れの生活を送ることに。生まれ育ってからずっとここにいる人間でもあるので、自分の仕事を通じてこの消滅していこうとしている集落を未来に残したいという思いで、コミュニティを維持するために自分ができることをやろうっていう。そんな父の思いに離れて暮らす家族は、まあ、
下の子はやっぱり、うん、寂しいちょっと離れる曲が流れてましたとか、私はこっちで子供と頑張って、まあ、主人も向こうで、うん、役割というか、はい、責任、集会所、うん、避難所も、うん、そこで責任を持って、うん、しているので、それは、まあ、お互いにその場所で頑張る、うん、はい、避難、とりわけ二次避難をめぐっては現地の方々にさまざまな葛藤があることが分かりました。今回お話を伺ったタクシー運転手の浜塚さんはですね、金沢市内などに子どもたちがいらっしゃるということで、その子どもたちから帰ってきなさいと、帰っておいでというふうに呼ばれているということですけれども、やはりずっと暮らしてきたこの珠洲という町が好きだし、何よりも生活するために現金を手に入れるために仕事をしなければならないんだと、この珠洲市外に移動してしまったら仕事、働き口はなくなってしまう、だからここにいるんだというふうにその葛藤を話してくれました。そして炭焼き職人の大野さんですけれども、大野さんはその集落、山間部の集落を管理する方、立場だったということです。そしてこの集落ごと避難しようとしたんですけれども、難しかったということなんです。その住民にこう集落ごと説明、集落ごと避難をしようという説明をしたときに、じゃあ今後の生活のためのお金はどうなるの、今後の暮らしはどうなるのと聞かれて、答えられなかったと、唇を噛んだという話をしてくれました。やはりこう命を守るために二次避難は大切だけれども、一方でこの先の見通し、じゃあ金銭面がどうなるのか、暮らしその先仕事はどうなるのかといったところが見通せない限りは、なかなかこの二次避難に踏み切れない、そんな、葛藤がこの現場の現地の人々にはあるというふうに取材をして感じました。まさに今宮地さんからもあった、では金銭面のサポートはどうなっているのかというところを少しながら説明をいたします。政府の支給の部分でいうと、住宅の再建費用など最大300万円、これは支給です。それから厚労省が決めたものだと、生活費の部分の貸し付けです。これは最大20万円、緊急かつ一時的というところであるということです。はい、まあ、こうして被災された人への金銭的なサポートも一部ですので、まあ、決してこれ十分ではないと思うんですけれども、まあ、進んでいる中で橋本さん、ただあと気持ちの面であったり、まあ、そうしたところどうやって折り合いつけていくのかというところ、まあ、僕はそこの今の地域に住んでるわけではないのでね、はい、その住民の気持ちを分かってないって言われるかも分かりませんが、それでも僕はやっぱりまず命を第一に考えて、亡くなった時のやっぱり家族の悲しみ、あれを絶対に抑えることと考えれば、やっぱりこれはもうふるさとへの思いとかそういうことはいろいろあるんでしょうけども、安全な地域に移っていただく。でこれは政治がね、必ず口にするのは元に戻れるようにしますと、だから一時避難してくださいって言うんですが、元に戻れるようにしますと言っても、じゃあ安全対策も完璧なものにできるんですかと、以前のその病院のその機能というものももっと高めることができるんですか、その復旧復興するためにも莫大なお金がかかる、であれば僕は移っていただいて、復旧復興のお金をその移っていただいた後の生活支援の方にもっと注ぎ込んでいくというやり方、まあこれは一つの考え方ですけども、まあ、そういうことを議論しながらね、僕は政治が覚悟を持って反発を受けてでも、そういう何かの方針を打ち出さないといけないと思いますね。だから口約束ばっかりで、戻れるようにしますからといって戻れないような状況にするなんていうのは最悪ですね。いや、その前を向ける本当最低限の支援というところが大事かと思います。そして先ほど地震のニュースをお伝えした際に、字幕スーパーに一部乱れがありました。失礼いたしました。アメリカのトランプ前大統領が FNN の独自取材に答えた内容とは。大人の悩みは相談しづらい、尿の悩みならなおさら。そんな女性にバッドフォーレディー、突然の我慢できない尿意を改善する医療用成分配合の市販薬です。薬剤師さんに話そう。こんな車をお持ちでありませんか。こちらの簡単手回し、玉の塩焼きなんです。こちらは魚のプロが使用した鮮度のよい食感の玉を、
共和党の指名獲得レースの初戦が行われます。いよいよアメリカ大統領選挙の幕開けです。やはり注目なのはトランプ前大統領。そのトランプ氏は FNN の取材に大統領復帰への強い意欲を示しました。大統領に復帰すれば中国との関係を良好にした上で国益を守り抜くと強調したトランプ氏。最新の世論調査では党集会の参加予定者の間でトランプ氏を第一希望に選んだのは 50% 近くになっています。しかしトランプ氏に思わぬ敵が。非常に強い寒波の影響でですね、駐車場など車が動かなくなって立ち往生しているケースが見られます。命に危険が及ぶレベルの寒波が押し寄せ記録的な大雪となったのです。現在手元の温度計なんですがマイナス23度となっています。本来こちらの建物ではトランプ氏の大規模イベントが行われる予定だったんですが大雪と強風によってオンラインのイベントに変更になりました。それでも厳しい寒さの中今日はイベントを開催。 I got here at 6 a.m. I think he is the best president America has had since the end of the Second World War. 会場はトランプグッズを身につけた支持者でいっぱいになりました。会場にトランプ氏が登場しました。支持者から大歓声が上がっています。明日は氷点下30度近くまで気温が下がり歴史上最も寒い党員集会になるとも予想され投票率の低下も懸念されています。アイオワ州の結果は今後の試金石となるだけに全米の注目が寄せられています。速報です。歌手の小金沢翔二さんが亡くなりました。65歳でした。出かけたくないほどの爪先の冷えに2層構造が発熱して保温。
残念な感じに見えまして、なんかやった方がええんかなみたいな、バロン使ってみたんですね。もうなんかすごいええもんまとってるみたいで、いやなんか気づいたんですよ、あいつ黙ってたんで。やっとんなお前と。いいか、誰やな、やってみようか。まさか同期でスキンケアの話するとは。試してみます。顔の印象が変わる10日間始まる。サントリーバロン。歌手の小金沢昭二さんが先週木曜日の11日、呼吸不全のため亡くなりました。